2021年11月4日に共同体と共にするハイブの会社説明会がハイブレーベルズ YouTube チャンネルに10時に開催されました。その動画に登場した BTS が出演するオリジナルストーリー7フェイスチャコーの映像が世界中のアーミーの注目を寄せています。では7フェイスチャコーとは、配信はいつ？無料で視聴できるということを紹介していきます。数日の前に、トビッターツのすべての SNS アカウントの説明文が消されます。もしかしたら、BTS が新しいエラーへ進むのかという多くの憶測が上がっています。確かに、アーミーが新たな BTS のエラーを迎えるそうです。今日にハイブの会社説明会で、BTS が出演するオリジナルストーリー7フェイスチャコーの映像がリリースされました。これは、BTS に関する新しいウェブトゥーンです。ウェブトゥーンとは、韓国初のデジタルコミック、ウェブコミックの一種です。当初ウェブトゥーンは、韓国国外では人気がありませんでしたが、スマートフォンやパソコンで漫画が読まれ、国際的に人気が高まりました。今回のウェブトゥーンは、7フェーズ、チャホー、ビズ BTS というタイトルとともに、2022年1月15日にリリースされると発表しました。このウェブトゥーンの詳細情報が更新します。また、ハイプによると、チャホーは BTS と協力して、試練と苦難と共に育った運命に縛られた7人の少年についての鮮やかな物語を作成します。そして、BTS メンバーは、新しいゲームのキャラクターのモデリングに参加しているだけでなく、数ヶ月間プロジェクトに協力しました。メンバーは、様々なアイデアを思いつき、非常にエネルギッシュです。とも付け加えました。ハイブの最初の自作ストーリーは、7フェーズ、チャホーになります。運命で繋がった7人の少年を追う、エネルギッシュな BTS をフィーチャーしたストーリーです。一緒に成長し、多くの困難や課題を克服した後、彼らは一緒に運命を探求するために、7人のメンバーからなる統一されたグループになりました。7フェーズ、チャホーは、朝鮮の虎狩り物語、チャコガプサにインスパイアされた、近い将来に起こる、アーバンファンタジーの物語です。ですから、予告動画の週末に、虎が登場しました。ちなみに、アーバンファンタジーとは、都市部を舞台にした、超自然的な要素とキャラクターを備えた、ファンタジーストーリーのジャンル、ハイブの想像力で構築され、この獣を取り巻く神話の世界とともに、伝統的な韓国の虎についての新しいおとぎ話として書き直されます。7フェーズ、チャホーは、1月14日より、ウェブトゥーンとワットパッドで発売されます。もう一つの面白い情報は、7フェーズ、チャホー、ビズ BTS というタイトルのシリーズは、2022年1月15日に初公開されますが、ツイッターアカウントは、2021年7月に開設されたことです。そうです。BTS の新しいウェブ、トゥーンは、公式ツイッターアカウントを設定しました。最近、クールなポスターとティーザークリップを掲載しました。これは、ラブユアセルフ時代が始まる前に開設された、スメラルドフラワーショップ。公式アカウントとしては、確認されていないのツイッターアカウントと、完全に類似していることは、注目すべきです。だから、新しいエラーは間違いなく始まりました。最後までご覧いただき、ありがとうございます。